俺はね、ちょっと大型の こちらに補充されていきます。あれ？さあ、これフック。あ、オッケー。これキャナル印のフックですね。一応欠品してるとこだけ。遠藤さん、なんかキャナルフックは？よしよし。何ですかこれ？マスタードクイーン。バイオポスト。なるほど。で、これが5000円で、はい、これが4000円で、はい、これ一番外側のやつなんですけど、こんな感じで分厚いんですか？もっとこっちを使って、そうですそうです。で内側も使います。インナーペイン、内側も使います。でバスタードのバイオット、バイオット。ちょっと手元をアップしましょうかね。はいはい、これがね3000円、バスタードバイオット3000円4000円。結構長いです。ぐらいまでいいです。これは今、はい、何をお店に置くかっていうのを選別してる、はいはい、これ何を基準に選別してるんですか？とりあえず、まずしてないかと、あとは全体的な色感ですかね。色感、うん、色、なんか面白そうな色、うん、まあ、こっち側も多分大体一緒なので、はいはい、こちらのなんか色だけ見てる。で、メインで使うのはストークに対して、うん、右側、右側です、ね、はいはい、まあ、バイオドと同じですね。で結構長いんで大型のフライのを使えるかな。まあほぼ出回ることない。とりあえずお試しでマスタードクイーン。はいはい。あ、これね、これがあの、ね、ウェットブレードの氷、はい、はこれ1000円、はい、2000円、3000円、4000円で、はい、これがハッピルのレガットと、これがハッピル、あの、はい、バルブです。これは3000円、3000円。うちですね、この氷バスタードのハッピルが大人気でして、バルクパックは今回初めてなんですけど、もう要はしましまの長いしましまのまだらのハックルが取れる。ホーリーバスタードのネックハックル。これはもう大人気です。これはねちょっと大型のトリマーとかレッドフライに使えるんで。今のホーリーバスタードハックルは、はい、この選んだものと、はい、向こうに先行からパスされたものと何が違うんですか？ね、まだら模様が、はい、できるだけ出ているもの、まだらが出ている、はいはい、を選びました。で、まあ、先端切れてたりするのはもう走ってます。あ、なるほどなるほど、はい、なるべくまだらがよく出ている、はい、あ、それね、ウェットグレードのウィングとかもいきます。あ、そうですね。で、こっちは1枚なのは左右から取っちゃう。はいはい。だからちょっと、スワンクイル、スワンクイル、要するに在庫あると思うんですけど、はい、ないところだけ拾ってもらっていいですか？はい。これちゃんのこう、ちゃんコーリー。
ょっと用相談です。ちなみにあの一番手前のでおいくら万円ですか？これ5万円、5万です。これはいいですね、P 編のテールですね。コンプリートテール、はい、じゃあもう資料、はい、あ、モンゴル1本物。おお、大体あのコンゴルクイルってもうね、あのあらかじめこうある程度これもセカンダリー、ナチュラル、ナチュラルですか。これはちょっと割と珍しいんで全部聞きたいと思います。スーパイドウとスーパイドウですね、あとピンクトップバイドウと、はい、あとこれがあれですね、ブレインクリーム、ブレインクリーム、この辺は人気なんで、はい、ちょっとじゃあ入力してもらいますね。はい、ないところをこちらアスカラー系で、こっちがあれですね。はい、わかりました。小田さん、補充していただきましょう。イーグルマラブとラージイーグルも補充します。はい。はい。はい。あ、マイガーね。マイガーとウォーディングトーション。はいはい。ない、ないもの補充です。チャイニーズシャドルと、はい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 、シャラトです。はい、この辺ね、多分結構補充すると思います、はい、で今回は新色あります。新色っていうかシャラッペンの方が、はい、グリズリー系の色物が補充してある、はいはい、あとはチャイニーズの方も材料が入ってたんで、チャイニーズサドルも今まで決定してたりも全部、はい、これはちょっとガッツリないところを補充していきます。はい、はい、こちらでは箱が店内に導入されて、こちらもですね、足りないものがこちらに補充されていきます。この辺はキャナルさんで固まってるんですか？この辺はもうキャナル全部ですね、はい、もうちょっと広く欲しいですけど、はい、ちょっとお店のスペースに限りがありますね。限りが来てますね。ロリカンバスター2200円。マルサンマラ最短で金額だろうね。みんな大好きグレーオリーブ、今は値上げで550円。あ、550円。あ、なるほど、550円でございます。なるほど、すいません、あのこっちの値段でした。あのいろいろね、今いろんなものを値上がりしているんで、すいません、495円は間違いで、550円、およそ1割。まあまだ1割だから良心的ですね。あの産業用のインバーターとかモーターとか、この4月6月で4割とか6割とか平気で値段が上がっています。なのでこれからあのエアコンとか冷蔵庫とか来年あたりものすごく高くなるんだろうなと。キャナルさんのワカサギグレイシェニエル系ですね。ワカサギゴールド、これもいい色ですね。アップルグリーン、個人的にはあの
グレーもいいけど、やや緑っぽいのが釣れる気がします。この辺ゾンカーテープがありますね。あのマラブーに飽きた方はゾンカーに移行する人も若干いらっしゃいます。お、ミスター T 大好きスカルピンオリーブ、これもいい色ですね。ギニア、両方ともギニアのブルーなんですよね。ギニアのブルーなんですけど、これはよく染まってます。で、白があって、その白の中までよく染まってる、周りのポツポツもよく染まってるっていう、青のギニアですよね。でこっちもギニアのブルーで、さっきのこっちに比べると、こっちはちょっと染めが、甘いと言いましょうか、薄いと言いましょうか。なので、真ん中の模様が、はっきり見える、コントラストがはっきりしていて、でこの周りの周りのポポ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 ポっていう白いプツプツも、はっきり見える。こっちは、その目が細かいっていう感じですね。これお好みで、自分の好きな巻きたい毛バレに合わせて、こうやってマテリアルを選んでいくのも楽しいかもしれません。これなんかは、一番染めが弱いのかな。でその分、真ん中のとかも白です、白に見えますよね。で、周りのポポポポポって散らしたような白も、よく見えてる。でこれは、一番よく染まっている。これは模様が大きい、やっぱり天然物なので、それぞればらつきがあって、でそのばらつきを頼むのも、マテリアル選びの楽しみかななんて思います。まあそうですね、こうやって一つの箱に、15分、20分、30分と、かけながら、これがある、これがないと、補充していくわけなんですけれども、で、まあ、その箱が今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個ですね。なかなかの仕事量でございます。エンジェルヘアもキャナダさんなんですね。だから当社しかやってないんです。これがなかなかないんですわ。僕やめちゃったんですよ。エンジェルヘアはちょっとうち入ってないはず。入ってないかな。うん、個人的にはエンジェルはその緑が好きですね。ピーコックっぽいの。ノンエンジェルさん、店長、その右側に置いた、あの緑っぽいの1個余分に。これですか。一番右、一番右。それ1個余分に。あ、そうそうそう。それが、ね、ないんですわ。マコさん好きなんだ。はい、それ好き。お腹に使うから白っぽいのを1個多めにお願いします。これだけ使う白っぽい。あ、銀銀がいいな、銀銀。銀銀、はい、銀銀を1個というふうに。あ、これ銀銀に、これだ。こっちか。じゃあ買ってきます。濁った時の方は塩はピンクがいいとかって聞いたことあるんですけど、うん、今のところそのキーコックっぽいのばっかりですね。今整理してるのがお買い上げ箱ですね。そうですね、はい、あ、結局全色ですね。はい、エンジェルヘア。店長、額に汗して頑張ってますね。まだ今日はね、そんな40度とかないもんね。まだね、やや薄曇りです。今日は涼しても暑い、はい、涼しいわけではありません。長さ揃えるとすごい疲れそうです。あ、そうなの。だってこのバサバサどうやって揃えるんですか。一個一個飛んで、あー、身を補充する感じで、はい、じゃあそれは、はい、ピン補修で、これキャナルさんが染めて。そうですね、チェソンで染めてます、ね、これが面白い。はい、キャナルさん、これサドルのロゴのサドルなんですけど。いや、これでもいいですね。抜いていただければ染めますもん、うんうん、あ、染めれるんですね。染めますよね。はいはいはい。
あ、めっちゃいいじゃんこれ。クレステッドギーのこのブルーのやつのコンプの、やばい、ね、コンプじゃないです、それボディフェイザーです。ボディフェイザー、ハウマッチ、あれですよ、1万です、でもこれ最後バルチェーンやってもらうし、まあ、この辺は問答無用でカゴに入れていきたいと思います。クレステッド、どうもこんにちは。何なんですか？それでインディアンポンテロ、ちょっと茶色系のですね。一回まとめて回収する。これロードアイロン全部結構なんですかこれ？落ちてます？落ちてる。インディアンポンドヘル、それいいよね、素敵ですね、なんかこうナチュラルブリーチみたいな色ですよ。ナチュラルブリーチ、浦上さんこれ1個100万とかしないですよ？しないです、はい、アウルさんはまだいるかな？それいる、います、いる、この人います、まだ1匹アウルさん、まだいます、いるから、はい、あとはあれパープルスワーヘンって1匹いる、こんなんだって、こんななんだぜ、クレステッドリニア。どういうのか、あるか、オーストリッチですね、補充をしていきたいと思います。マゼリアルも円安でこの先どんどん上がっていくんですかね？キャナルさんに関しては日本国内でやってらっしゃるものも多いので、大幅なには変わらないかなと思うんですけど、ただ仕入れは海外からかほとんどですよね。日本にほとんどないんですけど、海外からなってやつはちょっとやっぱり上がりますけど、クジャクさん系の補充ですね、はい、はい、はい、キャナルさんのシザーですね、はい、イタリア製で一応ブレードが何でしょう、まずカーブとストレートがあるんですね。ストレートカーブで、これはちょっと幅広いんで、ドレッサー系のシザースって考えて、頭刈り込む系のやつで、こっちらのカーブは、よく僕らなんかはウェットのリングの先端ちょっと傷んでるところなんかは軽くこうそのカーブ使ってトリミングするかもしれない。基本これイタリアの、まつげ美容の専門メーカーさんで作ってないというハサミで、はい、ギザ刃ではないんですけど、はい、かなり細いっていう、例えば体毛なんかも効くので倒してもらうと全然見えないです。あと今よく使ってるデリー系の強いシルエットあるじゃないですか、あれも垂らした状態でも切れる、切れる、はい、切れ味はいい。ストレートとカーブがあって、でちょっとブレードが幅広いやつがある。幅広い。はい。はい、それで箱の中にも、はい、こういう感じでキャリー用のケースと、はい、あとブレードカバーもついてますので、はい、持ち運びもできる。持ち運びもできる。はい。ちゃんとあれですね、キャナルとロゴ入ってますね。はい。入れていただきました。これじゃあ当店で取り扱います。で各モデルで全部で一律6500円。はい、チャイニーズケープとスピラミーですね。この辺はもうあれ
今回ですね、すごいの、あの、作ったの、はい、あの今回ちょっとそこに入っちゃって、混ぜちゃったんですけど、あのスピナーのこの辺も入ってます。コックじゃなくて辺もで、辺はちょっと安いです、2,800円で、コックの方が SKA で3,500円、2色、黒とクリーム。それで、コックの方が入るのが、もう今うちの在庫これしかない。あとあとクリーム、辺はまあ先丸です、はい、ね、一応レシピではコックなんですけど、はいはい、割とちょっと先端、あの尖ってるやつも使ってます。まあ、これだとちょっと尖ってますね。結構ね、ここら辺使ってます。で、このコップは、そうですね、丸い。はい。まあ、とりあえず、ベッドだとね、人気なんで、これは全部入れてます。はい。すみません、今の丸い尖ってるっていうのはどこの？あ、こう見てもらうと分かるんですけど、負けちゃって構わないですね。こっちがこう丸いタイプ、はい、まあこれ変形部は結構丸いんですけどね、比較的に。で、コックでもこう比較的先端がこう丸いものがあるんですよね、コックで。で、これまあ好みの問題なんで、あの尖ってるベンジャーで、丸いベンジャーで、まあ消化には影響ないと思うんで、お好きな方。まあ、ここも若干水切れはいいですか？若干。あと、針はあります。うん。これは変形部位のクリーナー。そうですね。はい。これがここ。はい。これはもう全部入れちゃおうかな。うん、ベンジャー部使えるんで、使います。で、まあ、ちょっとベンジャー部と話が取れるんですけど、この色のハックルってあのガグアンボリもちょうどいいんですけど、割と大きなサイズが取れるので、オーバーハックル気味にガグアンボのパラシュートとか巻くのにもちょうどいい。これスピナーウィングのブルーだ。ウィングに使ってもいいし、ハックルとしても優秀なので、そのままいきます。で、チャイニーズケープのナチュラルに関してはもう本当一期一会みたいな状態なので、うちではまあ、分かりやすく A とか B とか C とかっていうシールを貼って、まあ、ネット上ではプレゼントさせていただいてますけど、まあ、お店来てもらえばね、現物見て選べるので、まあ、お好きなの選んでいただいて、まあ、本当一枚一枚全部違うので、選んでいただいてもいいですし、まあ、通販でもなるべく分かりやすく持ってますので。で、まあ、ドンプカーはもう定番商品なんで、欠品してる色を入れていきます。これまあちょっと手に、どんどんたくさん、1.6mm、2.5mm、5mm、3種類の幅に切り出して、はい、あれゼブラの、あ、ゼブラがありますね。はい、ゼブラゾンカーと、あとは、まあ、ラビットスキンですね。これいろんな使い方ができるんですよ。でしかも価格が安い。まあ、自分で切り出していただいてもいいですし、これでダビング材の作ってもらってもいいですし、テールにもウィングにも使えますので、非常にお求めやすいんですけど、このラビットとゾンカーの違いって何なんですか？同じですね。まあこう切り出してあるゾンカーってどっちかというとフライモーターの名前です。そうですね。で、ラビットスキーはまあそのままウサギなんですけども、キャナルさんこうゼブラしましま模様のドンカーも得意なので、
これもう本当に、水の中入ってもはっきりこうシルエットが出てくるので、とても釣れる気がするマテリアル。これもう、ナイロ全部入れていきます。何でしょう。ラムズール。ラムズ、はいはいはい、L ですね。ロングです。ラムズのロング、はいはい、これもまあちょっとがっつり補充をしていきたいと思いますが、はい、これフィンダクン。フィンダクンもうほとんどないんで。あれフィンダクン、あ、これちょっと持ってきました。あら、モール。あら、そうですか。はい、モール、モグラ、モグラです。モグラ。え、モグラ、モグラの手で何が乗ってるんですか。あ、ブルーボックスですね。これは多分店内で全部公開するから。そうね、ちょっとモールを見せてもらっていいですか。あ、そうですね。初めて見たかもしれません。結構なんでしょう、昔から割とあるモグラさんですね。モグラさん、モグラさんのスキンです。へえ、はい、うちの社長は業界人パンチュリ大会のボディジャイにこれ使って優勝したことです。業界人パンチュリ、ということは、ニジマスにも効くと。そうですね。貴重な情報ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。何でしょうか。偶定目ですね。偶定目。あとは偶定目というと鹿さんとかヤギさんとかですかね、はい、おっ、カシミヤ。それも今作ってる最中で、ナチュラルがあるんで、もうこの辺は大丈夫そうです。いや、多分入れると思います。はい、でカシミヤゴートを補充して、カシミヤゴートは、オリーブ系が欠品してたら全部染めて持ってる。わかりました。はい、じゃあ、あと店内で入れましょうか。はい、終わります。